アズマ・ヤスは、元が平壌に設置した、植民地。総上総管府と共に、高麗に対する支配の拠点とされた。1269年10月、蔡広史、藩誠、李延霊、桂文久氏、玄高哲ら親元派が藩、元派である、林広氏の排除を口実に反乱を起こし、高麗北西部の府、州、県、鎮六十条をもって、 元朝に降伏した。翌年団長は、旧政府に、東康ま府を設置、自費礼を協会と市療養業省に帰属、蔡広氏を総監に任命した。1276年、あずまやす府は、東康ま寺に昇格された。この昇格に関しては、高来氏には、その記載が見られず、また1276年8月及び1278年2月の、 上に、東安まやの記載が見られることから、間もなく東安まやに解消されたものと推察される。その後元町と高来の間の相反関係は強化され、1290年7月に、東安まやは廃止となり、管轄区域は、高来に移管され、20年にわたり設置された、東安まやは廃止された。 高来市には1364年正月城や1369年11月城、1370年正月城のように、元松に再び、東康氏府が設置された記録が残されている。ただし中国側の資料には1290年以降の、東康氏府の使用例はなく、元松になり、高来市に突然登場するものである。 これに対しては1290年に、東安市府は廃止とされず、両寧地区に移転したとする説と、1290年に廃止されたが元松の混乱期に再設置されたという説が示されている。日本大百科全書、ことばん吉田光を慈悲霊異北の平安道、公海道一帯を占領して直轄植民地とした。翌年元は、 ぴょんやんに植民地統治機関として、あずまやす府を設置、高来島二26、高来島紀130歳広市殿、現島五59地理市に、高来島二28、高来島紀30中列王聖火三中列王16年3月上、期中、あずまやすし自慢小吐き木吐なり大入港の別州、蔡明劇客の高来遣い元と水衝撃。 アズマヤスシフ、モ、ゼ北ホ高麗派対象理政権入信両党、アズマヤスシフ道地利我路ろ牧児道機構、アズマタル工場、北イタル安ズマヤ西イタルお会、南イタル王力緑、ためゆき一空所、ひとし、占い、テラシ賞、ロン元松明発、中国よ高麗、朝鮮的変化の層、北花大学学法2001年第一期、超百選。 イケル金言、東玉英、東北歴代教育式鶴林人民出版1981年、立案、切来、中国行政区区画通史現代巻、福丹大学出版社2009年、ありがとうございます。